やらはばらへやまがら、皆様こんにちは。ツイートマハウスワイフのお時間が今日もやってまいりました。ロサンゼルス郊外パサディナシティから、アガンジー財宝さ行人ハンニャハラミタジーショーケンゴーということで、日本は今お盆休みということなので、私もご先祖様にお祈りを申し上げたいと思います。感謝の意を込めて、私ちょっと今日は宗教じみた格好でいるんですけれども、統一教会とは何の関係性もございません。こちらもですね、旦那様がまた見つけてきた変な帽子で、おそらくこれはメキシコのお祭りと言いますか、これもお盆と似た感じで死者をお祭りする。こちらの十字架はサンタバーバラっていう旅動画で写してまして、教会のねお土産屋さんで買いました。かわいいね、それと T シャツもなんですけれども、相変わらずかわいいね。何これ、ビーズ、よくわかんないけどプリントかしら。まあ気づかれた方はこちら大麻のねモチーフということでございます。何度か前の動画にですね、私93歳のおじいちゃまのねドキュメンタリーのお話をしたじゃないですか。でその動画が割といつもよりも再生回数がすごく良くて、で多分勘違いしちゃってプチッとしちゃ押しちゃった人がいて、で俺がね45歳、どういうことプチパニックみたいなコメントなんかもくださいまして、ごめんなさい、驚かせて紛らわしかったですね、タイトルと実際いる何この人誰みたいな感じで。でまあちょっと何人かね登録者の方増えたんですけれども、やはりね他の動画見ちゃったらね、何この人別にゲイに特化した話してるわけじゃないんだ、申し訳ない、統一性がない。そうなんです、私ね本当にいろんなね事柄とかテーマに話題っていうか気になった話をしてるだけなので、何こいつヘラ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 ね、なんか人生をこう浮遊している感じ、プカ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 浮遊チューバー、人生浮遊チューバーということで、うまいこと言うじゃない、ということで、初めましての方もいるのかな、よろしくお願いします。私本当に滑舌があまり良くないと言いますか、カミカミでございまして、でもこれはですね噛んでいるようで噛んでるんじゃないんですね、宇宙語が勝手に出てきちゃう。もう今地球語を喋ってる途中なのに、上から勝手にチャネリング状態になって、あはいはいってなってしまうんですね。いろいろ気になるところはあると思うんです。本当に45歳ですか、なんで白いんですかとかね、そういうのはね過去動画をね見ていただければなんとなくわかる。それとですね、別にコメントをいただきまして、その93歳おじいちゃまのやつで、つーちゃんっておけせんなのっていうコメントがございまして、久しぶりに聞いたこのおけせんっていうのをね、言葉をすっかり忘れておりまして、老人性愛者と申しますか、おじいちゃまが好きな、ふけせんって言うとは思ってたんですけども、さすがにおけせんって言葉を忘れてまして、日本語として普通に使われているんでしょうか。例えば外国人好きな外線っていうのは俺は言ってますけども、じゃあ具体的に何歳からはおけせんなんですかってとこなんですけれども、人それぞれですから、だからここではっきり申します。私はおじさま、ダディダンディな方は好きですけれども、年齢制限前回美男美女にバブルスター、清く正しくバブルスター、勢力大盛りバブルスター、おならも隠せるバブルスター、何でもかんでもバブルスター、泡の力で体生き生き、日本全国バブルスター。リミットは65とかだったらもうウェルカムウェルカム。それをですね、私のゲートモにね、質問しました。何歳ぐらいまでだったら大丈夫、そしたら彼は、やはり80、90となりますと、もう肉体的な、おせっせとかではなくて、もう心の、ハートチャクラでおせっせができればいいんじゃないということで、確かにそうですね、もうそういうね、肉の摩擦とかはもうどうでもよくて、ハートチャクラ、ハート
ートチャクラでエクスタシーを感じたい、先輩方のご意見を聞いてみたいなという思いで、まあ、今日の動画はですね、割とこのご先祖様とか棺桶とかね、ご老人とかね、そういうお話をしている風になっておりますが、私のご先祖様ではないんですけれども、このお家に引っ越しまして、まあ約2年半経つんですけど、最初ね、まあこの家ついてお掃除とかするでしょ。で、地下がございまして、まあ地下といっても物置で4畳半ぐらいしかない、まあ埃臭い、ちょっとあんま長くいたくないような、で、そこの掃除をですね、旦那様がやってくれて、2年半前にね、まあ、でネズミのうんことか死骸とかも、前の人が残してたものとかもあって、で、それ処理したりとか、で、その中に1個ね、段ボールがありまして、いっぱいね、なんかね、古い写真が残ってたんです。マジ怖いと思っちゃって、映画だけの世界ならいいんですけど、自分家の家に引っ越してきた新しい家の地下に古い昔の白黒の写真がいっぱい出てきたって、恐怖じゃないですか。だから近寄らなかったんですけども、旦那がね、すごいね、ちゃんと見たら、なんか綺麗な写真がいっぱいあるよとか言って、嘘と思って、俺も恐る恐る見ましたら、割とね、素敵な写真っていうか、なんかまあ怖いと思う人は怖いかもしれないけど、なんか俺はね、こういうお洋服とか昔のヴィンテージのものとか大好きだから、やだ、何素敵じゃんみたいな、こういう1930年20年とかトム・ソーヤの時代なのかわかんないんですけども、でもね、こちらね、マットフラットとかのお話好きな人は、これって子供たち大丈夫、人身売買、孤児院たちとかじゃないとか、まあでもそう見えちゃうかもしれない知れないけど、白黒の、でもなんかほんとお洋服とかが超可愛くて、まあ、なんかいろいろねキープしちゃってるんです。こういうケースとかもすごいしっかりしてるし、まあ小公女性ら的な、まあホラー映画とかだったらね、この写真がニコッと笑ったりとか、もしかしたら自分の顔がここにあったりとかね、そういうことをいろいろ考えてしまうんですけれども、なんかおしゃれじゃないですか、こういう昔の。だからですね、実際こうやって広げてみましたら、なんか別にね、怖いオーラもなかったし、悪いバイブレーション感じたわけでもなかったから、ね、ケースとか可愛くないですか。で、友達がね、フォトグラファーですごい興味持って、いっぱいネガとかもあったから、それを自分でスキャンして、いろいろ見せてもらったけど、すごい素敵な写真がいっぱいありまして、まあすごいいっぱいあったんですけれども、アンティークショップとかに持ってって、ただで回収してくれればいいかなとか思ったんですけど、なんかまあそれを探すのも面倒くさくて、綺麗な写真とその友達が持ってった写真以外はもう捨ててしまいました。もうごめんなさい、お焚き上げということで。それでは皆様、まだまだ暑い夏が続くと思いますが、体調の方気をつけて、楽しく明るく毎日を過ごしていただけたらいいかなと思います。色族ゼク空族ゼシキ、これからもツートムハウスワイフよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。高評価ボタンもついでにポチッとな。そしてインスタグラム、ツイッターなども発信しております。ハバヤラバラバラ、またお会いいたしましょう。さようなら。人生 YouTuber、 いってらっしゃい。